こんにちは、スプリンタージョーカーです。今回は中尾に行ってまいりました。中尾では、カンコレのコラボキャンペーンを行っておりまして、牛丼と、店によって飲み物を買うとカードを手に入れることができます。今回そのカードを開封していきたいと思います。すごく綺麗ですよね。はい、こんにちは、スプリンタージョーカーです。今回もご視聴ありがとうございます。というわけで、こちら。 えー、カンコレ中尾のキャンペーンカードを3つ、えー、開封していきたいと思います、えー、今回行った店舗はですね池袋の店舗になりますまあ個人的にちょっと遠いんですが、えー、と友人と行く機会があったので買ってきましたでですね、えー、とそこの店舗で,ですと、えー、牛丼大盛りで1枚でーコーヒー、えー、コーヒー5缶セットで2枚ということで3枚分購入してまいりました まあコーヒー互換セットが700円ぐらいするので、まあちょっと計1000円いくらで3枚手に入れることができましたので開封していきたいと思います。個人的にはですね、とっても牛丼おいしかったです。中尾さんですと、その汁が、えっ、ー、と、汁というかね、スープというんですかね <laughs>、がよく絡んでておいしい気がしますね。他にも、えっ、ー、と、すき屋さん、松屋さん、 えー、吉野家さんとかいろいろありますけど、まあ、そちらコラボがあったらまた開封していきたいと思いますでだいたいもう中身は知ってるんですが見てくださいすき家のこのキャンペーンの加賀さんを持ってるのでなんとなくその赤城さんと一緒に並べたいなということで目標は赤城さんを開けていきたいと思いますはい1パック目赤ですねというわけで 3D カードなんでどういう風なのか見ていきたいと思います に赤木さんが一枚でもくるといいんですがじゃじゃんあこちらですね秋雲さんですかねはいなかなかもうそのこれはカツ丼ですかね中尾さんですとカツ丼ですとか親子丼も美味しいってよく言いますよねはい1枚目でしたはい次2枚目開けていきたいと思いますはい 赤城さん来るといいなあというところなんですけどねちょっと開け方が雑ですいませんじゃんおっとここでもろかぶり <laughs> 結構かぶるんですねこれ2枚目ですねあい3枚目いきたいと思いますまあなかなかその全種類揃えるっていう分買うのがすごい手間なのでそれはちょっとあれなんですが目指していなかったんですが 最後の1枚さあこれが何が来るか。あッ,パッおっとこれはあれですか秋津島さんですかね。というわけで3枚というわけでした赤城さん来なかったです。っていうところなんですけどここでまあ一つお知らせというかあれがありましてえっ、ー、と店内入って、えー、と友人とちょっとその看護での話をしていたら大人に座ってた女性の方がですねその このキャンペーンどうのこうのって話をし,してたのをお聞きになったのか集めてますかよかったらどうぞってこと1枚くれたんですよほんといい方でした <laughs> というわけで4枚も開けていきたいと思いますこれでかぶりなしで赤木さん来てほしいなというところなんですけどこのお姉さんのご厚意はどう出てくるのかじゃんさあ何がくる おっと、ここであけぼのさん来たー。かぶりはないですが、残念ながら赤城さんを手に行くことはできませんでした。ちょっと、その、家の近くに中尾さんがいないので、まあ、ちょっと赤城さんは買おうかなというところです。まあ、こんな風にですね、3D で動くようになってまして、川村さん、丼を持って食べてる姿はとても可愛らしいので、ぜひ、えー、店舗を見つけたら買ってみてください。まだまだキャンペーンやってると思います。 はい。というわけで、今回はカンコレ中尾のコラボ企画のカードを開封してみたでした。また、えっ、ー、と、こういうコラボキャンペーンがあれば、えー、と教えてください。どんどん買っていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。えー、ぜひ、高評価ボタン、えー、チャンネル登録よろしくお願いします。アディオス